ダメ、衝撃でリアクターの挙動が不安定になっている。だから俺が直接出るべきだったんだ。リアクターを遠隔で制御することはできない。こうなった以上、遠隔制御が無理ならここで何とかできるんじゃないか。リアクターならきっと制御システムがあるはず。システムに介入さえできれば僕とネズで何とかできるはずだ。本当に何とかできますか、鳴神さん。だってこの施設がめちゃくちゃになったらユリオ、妹を探す術がなくなるんだろう。あんたも困っているんじゃないか。わかりました。コロッサス、管理者権限クラス3を鳴神陣に移譲します。よし、ネズ。よっしゃ、パパッと終わらせてやる。なんて軽率な真似をしたんだブリガンティア。反応炉の暴走を抑えるためには妥当と判断したまでです。あいつに権限を与えておかしな真似をしたらどうするんだ。その時は私が責任を取ります。責任？お前が？どうやって？一騎士ごときができる責任の取り方などそう多くはありませんが。今は口喧嘩をしている場合ではありません。今メルクリアの商店街にもネオパーソンが現れました。商店街？というかメルクリアって誰なんだ？メルクリアは物資を調達してくれている商人なんです。敵はタイムディフェンダーズの物資を切らせるつもりです。ブライド、助けて、うちの店が、商品が。このままじゃタイムディフェンダーズも店ともども潰されてしまうよ。落ち着いてください、メルクリア。今すぐブリガンティアと隊員を向かわせますから。ちょっと待って、隊員って、まさか僕？僕はあくまでも妹を探すために。メルクリア、大丈夫ですか？そちらの状況は？来てくれてありがとう、ブリガンティア。みんな退避できたけど、問題は商品だよ。タイムディフェンダーズのための物資が大半だから、奪われたり壊されたりするとタイムディフェンダーズの活動に大きく支障が出てしまうよ。つまり奴らから店を死守できればここの施設も復旧できるんだな。その通り、店さえ守ってくれるなら何でも手伝うよ。約束だよ。わかりました。あなたも安全なところに避難を。絶対だよ、約束なんだからね。情報でも物資でもこのメルちゃんが全部調達するからね。お願いだからメルの店を守って。